ステファヌス2世と呼ばれることがある、ローマ教皇は二人存在する。ステファヌスの名を持つ教皇の代数に関する歴史的経緯は、ステファヌス、教皇、ステファヌスとその代数を参照。ステファヌス2世即位する前に死去したため、現在は正式な教皇に数えられていない。ステファヌスを参照。ステファヌス2世ステファヌス2世とも書かれる。本校では、 現在教皇庁及び教皇庁年間が正式に認めている757年に没した人物について扱う。ステファヌス2世は第92代ローマ教皇。757年、先に教皇に選出されていたステファヌスの休止の後、教皇に選出された。ランゴバルド族によりラベンナが奪われ、ローマが侵略されるとステファヌス3世は、 フランク王国国王ピッピン3世に救援を求めた。ピッピンは二度の戦いによりランゴバルド族を破り、奪還したラベンナをステファーノス3世に献上した。これがいわゆるピッピンの鬼神であり、後の強行領のもとになった。ありがとうございます。